ウィレム・ウィム・コックは、オランダの政治家。第48代オランダ首相などを歴任した。1938年9月29日に、ベルハム・バヒトに誕生する。社会主義系労働組合である、オランダ労働組合連合でキャリアをスタートさせ、1973年から1982年まで、議長。 1976年から1986年までオランダ労働組合連盟議長。1986年にデン・アイルを引き継ぎ、労働党を率いる。1994年から2002年まで労働党と自由民主国民党による連立内閣、いわゆる紫連立において首相を務めた。俗にオランダモデルと呼ばれるワークシェアリング導入を推進した。 その後は欧州委員会でリスボン戦略のロビー活動を行うなど活動を続け2018年10月20日に80歳で死去した首相在任中の2000年12月にインドネシアに対して植民地時代のオランダの行為に関して謝罪する用意があると表明したが国内で嵐のような世論の反発にあい謝罪は立ち消えとなり元軍人団体は 謝罪は独立戦争の犠牲になったオランダ兵に対する侮辱であると猛反発した。ありがとうございます。